です。こっち。佐久間五郎です。熊五郎。遺跡を掘ってます。専門は縄文時代です。考古学だかなんだか知らないけど、なんか楽しいわけ？縄文時代が実に1万年以上続いたんですよ。どうぞ。八戸の発掘調査で出土した重要文化財です。大昔の森の中、それを夢に見るんですか？ここゴリって、これ土器ですよ。あれから大丈夫ですか？一度デートしたじゃないですか。前の結婚でもう男の人とお付き合いしたりとかはやめようって。ごめんなさい。連絡もなしに帰ってくるの初めてだから。なんかあった？主人公の名前思いついたんですけど、ライアってどうですか？彼らの代弁者になってみませんか？